ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はアントニオ猪木、ラッシャー木村、究極の越境タッグ実現かについて触れてまいります。長きにわたり激しい抗争を展開してきたアントニオ猪木とラッシャー木村ですが、1983年一応の決着を見せました。1984年に入り、木村はバッドニュースアレンと結託するもすぐに仲間割れ。今後の木村の動向が注目されるところです。そんな中、猪木と木村がタッグを結成するのではという仰天情報が舞い込んできました。猪木木村組を陰で画策していると噂されているのは、あの過激な仕掛け人新間久志です。都内某所で猪木木村新間の3人が会談をしたとの情報があり、新間氏は猪木木村組実現をきっかけに新日本プロレス復帰を目論んでいるのでしょうか。今後が大いに注目されます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアントニオ猪木、ラッシャー木村、究極の越境対決実現かについて触れてまいりました。